今日は私の大好きなしゃぶしゃぶを食べに来てます。しゃぶしゃぶといえばパカお肉何しゃぶしゃぶといえばキソジでしょ。なるほど、しゃぶしゃぶといえばキソジでしょ。皆さん今日はしゃぶしゃぶをキソジで食べたいと思います。じゃあまずはメニューを見なきゃいけないよね。キソジはしゃぶしゃぶとすき焼きもあるよね。すき焼き、ね、俺すき焼きがいいな。のダメだよいいじゃん、レナがしゃぶしゃぶしゃぶで俺がすき焼きでもいいんじゃない。しゃぶしゃぶは4つの種類しかなくてお肉のランクで変わるだけだと思うよ。いい和牛、めっちゃいい和牛とあとは松坂牛。松坂もあんの？松坂牛？No レナ社長どうせバカ舌だからわからないよはいはい、懐石を見つけましたよ。あ、懐石コースね。これが欲しい。でもそんな食べれないと思うよ。めっちゃお腹減ってるよ。普通にさ、しゃぶしゃぶ頼んで自分の好きなものを、このしゃぶしゃぶ懐石の1位をください。おい、ビールついてくれてましたね社長。おい、私優しいから。でも見て、ノンアル、ノンアルコール、アルレナがアルコール、私ノンアルコール運転手、乾杯。あーあー、うまい。本当に、うん、ノンアルなのに。ノンアルだけどうまい。あ、よかった。じゃあこれからはずっとノンアルでいいということだね。それは結果になりますよ。そんなに喜んでノンアルのビールを飲んでるなら別に全然ノンアルでいいと今聞こえたよ。ノンアルコールの方がうまいけどノンアルも美味しいっていう。ちなみに木曽路に来るのは相当久しぶりなんじゃない？そうだよ、私はタカの両親と一緒に2年前ぐらいに一緒にいたよ、うん、タカがいなかったけど、なんでかわかんない。なんで俺いないの？なんで俺がいない木曽路に行くの？お正月とかなんかでタカが飲み会があって3人で来てたよ。あ、そうなの。ああ、いいところ連れてってもらってますね。そうだよ俺がいない時にそうだよ、特にタカがいない時。タカと2人でいつも最近食べ放題のしゃぶしゃぶしか行ってないでしょ、うん、食べ放題のしゃぶしゃぶでも十分美味しいし、タカがいつも食べ過ぎてるよ。まあねまあね、食べ放題行くとね食べちゃうよね。皆さんもそうじゃないですか。ああ、食べ放題行くと自分のキャパシティ以上に、ああそう、食べちゃうじゃん。辛いよ、美味しいし。おっと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 おっとっとっと、社長が日本人になってきた。おっと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 これね、朝日ゼロ。あ、私飲んだことないと思う。人生初なんじゃない、うん、あ、ほんとなんか普通のビールより飲みやすいかもしれない。そう、苦さがちょっと、そう、苦さがそんなにないから。皆さんはちなみにゼロを飲むとしたら朝日かキリンか他になんか好きなゼロビールとかありますか？ちなみにレナ社長はすき焼きとしゃぶしゃぶどっちが好きですか？当然しゃぶしゃぶだよ。あ、しゃぶしゃぶのが好きなの？あの、すき焼きが甘すぎる、甘さ控えめのすき焼きだったら、あ、それでもしゃぶしゃぶかな日本人の人も多分半々ぐらいじゃない？すき焼きの方が美味しいって言ってたらしゃぶしゃぶの方が美味しい、うん、しゃぶしゃぶの方がさっぱり。まあ確かにね。でもなんか食べたって感じはすき焼きのがあるよね。味が濃い分。そう。皆さんはどうですか。しゃぶしゃぶ派かすき焼き派かどっちですか。はい。いただきます。これ来ましたよ。ごま豆腐。ね。うん。うん。美味しい。すごいさっぱりして夏っぽい。お作りも普通にめちゃくちゃ美味しそう。うん。マグロはなんかいい色だね。ね。めちゃめちゃ赤身じゃないし。味すごいしっかりしてる。ちょっと固めな感じ、油が少ない、美味しい。これは何だったっけ。タイ、タイ、タイが好きだよ私、うん、タイは食感が全てだよね。来ましたね、鍋、ポン酢とごまだれ、どっちが好みですか？私はね、どっちも好き。俺は圧倒的にポン酢バカバラ99% はポン酢で食べて、ごまだれで食べることほとんどないと思う、ね、いろんな薬味があるから、それと味をこういろいろ変化してそれを楽しめるのが好きだよ。遊ぶなって。あ、もう熱くはないね。文句ありそうな顔してるね。もう31歳の子供だよ。違うよ、まだ俺21歳だよ心が11歳。
アユが来たよ。あの塩ついてるの超うまそう。すっごい塩がついてね。うん、めっちゃポリポリポリと落ちてるけど、わ、ジューシーで美味しいこれ。すごい、食べにくい、食べにくいけど美味しい。あ、本当にすごい。これあることは忘れてたよ。なんか緑のタレ。甘酢。何？甘い酢じゃない？何も甘くないよ。あ、私はでもなんか酢がない方が鮎の味がよくわかるからない方がいいかも。見て。お、骨取れた。綺麗に取れたよ。いけましたね。うわ、うまそう。うん、うん、うん。あ、塩辛、美味しい。あ。うわー、すごい。お、野菜もりもり。今からこんな量を食べる。安心して、レナ絶対食べれるよ。すごいサイズだね。はい、完璧に焼いてくれましたね。でっかいし。すごい。わ、これは美味しい。もう本当に口の中で溶けてるよ。あとこのごまだれ、すっごいごまごまって感じ。うわ、一気にいきましたね。タカのやつをやってあげる。社長ありがとうございます。あんまり長くやんなくて。うわ、うまそう。見て。でしょ。じゃあここに入れて、もうちょんちょんちょんって感じだったよね。うわ、美味しそう。ここに入れる。はい、どうぞ。いただきます。うん、わかった。ありえないぐらいとろける。ね、すごっ。ね、こう、うわーってなくなってる感じ。もっと肉感があると思ったけど、すごいね、マジで。うまっ。じゃあ、野菜を入れましょうかね。本来はね、あのおかみさんがやってくれるんだけど、タカがいらないって言ってないよ。言ってないよ。俺たち動画撮ってるからさ、こうペースが遅くなるからさ、迷惑じゃん。だからそう、タカがいつも迷惑。だからレナ社長がやってくれます。正しくやってるかどうかは分かんないです。しいたけちょんちょん。はい、これ野菜をこれにつけて、うん、うん、もうシンプルな白菜でも美味しい。多分このごまだれのおかげですっごく美味しくなります。何でもうまくなる、魔法のごまだれみたいな。そうこれは何だったっけ。えのき、えのきも美味しくなるでしょう。すごいいい食感だね。うん、音聞こえるもん、しいたけ。うん、あ、あこ熱かった。あこ。あ、弾力うま。食べた方がいいよ。うん、おいしい。野菜の次にまたお肉を、で、しゃーぶしゃーぶしゃーぶして、で、今はポン酢に入れる。うわー、おい、うわ、おいしそう。もうわかるもんね、おいしいって。うわすごい。うん、うん、もうレナの顔がとろけそうだもんね。うん、お肉じゃなくて、もう口の中が美味しすぎて、ね、ごまかポン酢かって聞かれたらポン酢。あ、マジで。さっきごまあんなうまかったよ。ポン酢優勝。うんうん、今度は野菜の部だね。次もういけるんじゃない。こんな感じでわかめごまだれできましたね。うん、シャッキシャキじゃない。茹で具合抜群に完璧だよ。なんかこんな感じでわかめ食べたことないかもしれない。あんなになんかいっぱい一口の
わかめだけのもう今海から取ってきましたっていう感じのシャキシャキ感でね、うん、そう、すごい美味しいね。もやし出来上がりましたね。なんか早くできそうな感じはするの ね。もうもやしはね、シャキシャキ命だからね。そう、熱そう、ね、怖いこれ全部お湯の塊だと思ったらいいかねえ、うん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 、ごまもなんかここで味の変化、ニラとあれは何だったっけ、ニンニク、ニンニク、ニンニク、うん、ニンニクって言ってたよ、ニンニク、ニンニク、ドボーンとして、ドボーンとして、めっちゃ美味しそうだよ、もう一回ドボーンして、ドボーンして、うまそう、たまらんな。うん、熱っ、わ、すっごいニンニク、パンチこれ食べるラー油を何にでもつけていいよって言われ た、 ね、こっち豆腐にちょん、あー、落ちちゃった、あ、うん、全然味が変わりました、美味しい。俺確実に口の中やけどした、あ、かっちゃ、うん、白菜にやられた。もっと白菜あるよ。白菜にやられるとは思わなかった。次はタカの好きな春雨豆乳。マロニーちゃん。僕とかレナはね、本当にサッと茹でて、もうカリカリカリっと硬い状態で食べるっていうのが、もうカリカリ。LT ブログ流です。カリカリ。だから皆さん文句言わないでください。全然。そう、もう取るぐらい。絶対にもう OK。タカも出した方がいいよ。ありがとう。うわー、美味しそう。美味しい。あっ、ここ、美味しい、うん、歯ごたえがちゃんと残ってて、あ、でも美味しい、これ、もうラストお肉、限界に近いけどラスト、あ、美味しそう、ちゃんと切った方がいいよ、切って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 、ポン酢に、何、何の顔だ、何の顔ですか、なんかすごい細かい案内だったなと思ってはい、ドボン。結局最後の1枚はレナ、ポン酢でいきましたね。ああ、そうだね。もっと美味しくなった。もうレナ、ご飯を食べてる時が一番美味しそうな顔してた。あれだよ、私は本当に白いご飯だけでいいんじゃない？そう、シンプルな人で、白いご飯が一番好きな日本食だよ。ちぎれるちぎれる、待ち待ち、はい、ありがとう。見て、ツヤツヤだよ。あ、うん、最後の1枚めっちゃ美味しかったよ、うん、で、お肉を焼くとアクが出てくるので、タカがすごい細かいよ。なんでアクを取るのが、もちろん、このアクをいかになくすかがしゃぶしゃぶの全てだから。そうかな。最後に来ました、きしめんのスープみたいな感じだね。まあ、名古屋と言ったらきしめんだからね。うわ、もちもちだね。おいしい。最後さっぱりのがいいね。きしめんだけじゃなくてもちもある。ね、うん、おいしい。あ、もちが大好き。最後はデザートです。抹茶アイス。もう抹茶アイスが間違いなし。うん。すごい濃厚。美味しい。さっぱりがいいかもね。ああ、そう、最後はね。この最後にこういう豪華な食べ物を食べてから抹茶アイスが抜群。日本人みたいなこと言うやん。うん、それかシャーベット、はい。ごちそうさまでした。ちなみにこの動画が楽しかったなら、この動画も楽しいと思いますので、それぜひ見てみてくださいね。じゃあ、バイバーイ。